話は少し前に遡る。今年の10月の何にしてあったかに、福岡の某新聞の学術欄で、我が輩の脳水は物を考えるところにあらずという意味の談話が連載された時の世論の反響のどえらさには、正直のところたじたじときたね。人間という動物はうぬぼれと迷信で固まっているものだぐらいのことは薄々知っていないではなかったが、それにしてもこんなにまでべらぼうなものであろうとは、この時がこの時まで気がつかなかった。彼らすなわち常識屋は、新聞に雑誌に念入りなのは初心に、もっと五年入りなのは我が輩に直接面会などいう、ありとあらゆる手段をもって我が輩の方言を叩き潰すべく試みた。